今音がしなかった？おい、本気かよ、セナ。あの失政官の話を信じるってのか？もちろん全部じゃないよ。罠かもしれないっていうのもわかる。でも、もしだよ。さっきの話が本当なら、もう、ナギリたちと戦わなくて済むし、何より、ナギリにも、帰りを待っている人がいる。だったら私は。いずれにしても、このままってわけにはいかないな。憶測を重ねて何もせずにいるくらいなら、いっそ状況を動かしてみるか。あるいは、本当に話し合いで解決できる可能性もある。なあ、そのコロニーゼロっていうのは、今はどこにあるんだ？アエティア地方、カプトコルヌ山麓。あれ？その場所って、私たちが連中と戦ったとこだよな。コロニーゼロの駐留地点は、そのさらに奥に位置します。なるほどな。だからあそこで待ち伏せしてたのか。ただしルート上には、ノキルア腐敗だまりがあります。侵入すれば、生命活動に深刻な影響を与えることが予測されます。それじゃあ、あなたたちはどうやってそこに？敵機兵の対環境防護機能であれば、毒素を一時的に無効化できます。敵機兵って、ナギリが乗ってたあれのこと？肯定します。そのため、目的の遂行には、当該エリアに放置された敵機兵の回収、及び修理を要します。なら、修理はリクに頼もう。それで構わないか？問題ありません。しょうがないもん。ここは一肌脱いであげるもん。それじゃあ、ナギリ、しばらくの間、よろしくね。了解。こいつは。どうだ、リク。直せそうか？見た感じ、外装を修理すれば問題ないはずも。とっとと片すも。もう、一丁上がりも。どうかな？動かせそう？動力ライン異常なし。各種センサー良好。敵機兵7号機、正常稼働中。大丈夫そうだね。それじゃあ、案内は任せていい？了解。ルートを確保します。この先です。
証価値のある個体を発見。対環境防護フィールド展開。有害成分を除去します。これで平気になったのかな。コロニーゼロの識別信号を検知。合流ポイントに近づいています。いよいよなんだね。何が入ってるか。これで大丈夫だ。ようこそ皆様、来ていただけると信じていました。そっちの望み通り彼女を連れてきた。それでどうするんだ。7号は無事のようですね。皆様の寛大な措置に感謝いたします。お約束通り、我々コロニーゼロはウロボロス抹殺の任務を放棄します。今後一切皆様には危害を加えないと誓いましょう。ふん、口では何とでも言えるよな。コロニーゼロの兵士は命令に忠実です。一度下した命令には必ず従います。それに私個人としても皆様には敬服の念に耐えません。私たちの大切な7号を保護していただき、こうして引き渡してくださったこと、重ねて御礼申し上げます。ああ、そうか。なんか調子狂うな、やりすれ。ああ、そうです7号、せっかく遠路はるばるお越しいただいたのです。彼らにコロニーゼロのみんなを紹介して差し上げては。了解。いや、別に俺たちは。どうぞ遠慮なさらずに。我々の間に信頼を築くには、まずお互いを知らなければ。ナギリはそれでいいの？失政官命令は絶対です。7号に意思決定の余地はありません。7号もみんなに顔を見せてあげなさい。きっと喜びます。それに4号もあなたのことを心配していましたよ。はい。4号は7号の補佐役です。7号の不在時には代理として指揮を取る手はずになっているのですよ。要は副官みたいなもんか。ナギリってもしかして軍務長なの？一部語弊がありますが、その認識でおおむね問題ありません。教えてくれてもよかったのに。そのような質問を受けた記録はありません。気づいたか、タヨン。ああ、どうにも消せない失政官の態度もだが、それよりも鉄巨神だ。コロニーにあるべきものが存在しない。いや、そもそも俺たちの知るコロニーとは別物なのか。メビウス直轄の特殊部隊か。ここに来たのは早まったか。そうじゃないことを願うさ、セナと。セナが信じるあの子のためにも。
実際に目にするのとでは違うな。新しいコロニーが増えたな。名前確かに覚えたよ。名前確かに覚えたよ。名前確かに覚えたよ。七号、よかった、無事だったんだね。四号、異常はありませんか？こっちは大丈夫。10号と8号が任務中だけど、直に帰投する。発言を訂正します。4号のコンディションに異常はありませんか？ああ、平気さ。4号はまだ戦える。ですが7号は何も悪くないよ。悪いのは戦闘能力の低い4号だ。敵兵のリミッターを使わなきゃ4号はまともに戦えな。あ、4号。なんだ、どうした？おい、これってまさか命の火が。寒い。七号、どこに。何も見えんの。4号は敵騎兵にその命を捧げたのです。おい、そいつはどういう意味だ？敵騎兵は命の火によって稼働します。動力たる命の火時計が搭乗者のそれと同期しているのですよ。待て、命の火時計だと？だとしたら敵騎兵は？ええ、規模こそ違いますが、あれもまた鉄巨神と言えるでしょう。加えて敵騎兵の火時計にはリミッターの解除機能が備わっています。リミッターの解除？命の火を大量に消費することで機体性能を限界まで引き上げる機能です。ひとたび解放すれば、それこそ一機の兵士が軍務長に被験する力を発揮する。この命のもたらす力こそが敵騎兵の、我々コロニーゼロの神髄なのですよ。そもそもコロニーゼロとは何だ？お前たちは一体何者なんだ？我々はいわばこの戦争の裏方です。戦況の操作、戦道工作、情
情報の統制、第三勢力の排除、我々が人知れず努力を払えばこそこの戦争は終わりなき均衡を保つ、そうして命の因果は巡る、すなわち世界の断りの存続、それこそが我々に課せられた使命なのです。そんなお題目のために彼らをあんなものに乗せているのか。結局お前も兵士の命なんて何とも思ってねえってことかよ。とんでもありません。私は彼らの命をこの上なく大切で何より尊いものと考えています。無垢な命の輝きが世界に準じて一つとなり、メビウスが目指す永遠の礎となる。やめて。その崇高な行いに魂を捧げる彼らを見守ることこそ私の至上の喜び。なんと実に実に素晴らしいことです。皆様もそう思われ。もうやめて。ああ、これは失礼しました。何か不況を買うようなことを。そんなこともうどうでもいい。あんたに、あんたなんかに、ナギリを大切なんて言う資格はない。今すぐあんたを倒してナギリを、みんなを日時計から解放する。一体どうしたというのです。そもそも私に戦う意思は。本気で言ってんのか、てめえ。どうあっても戦うと。交渉は決裂ですか。誠に残念ですが、やむを得ません。敵機兵各機に通達、リミッターの解除を命じます。7号、命令です。全戦力をもってウロボロスの殲滅を。ナギリ、聞いて、あいつは。了解。ウロボロスの殲滅を実行します。ナギリ。気持ちは察するが、今は戦うしかない、セナ。各機は後方にて待機。なんだ。失政官に上申します。どうしました、7号。リミッター解除による戦闘行為は大量の命の火を消費します。各機の命の火時計残量から判断した結果、解除は7号機に限定することを提言します。なるほど。あいつもしかして仲間を戦わせないようにしてんのか。7号、あなたの気高き命の輝きに私は敬意を表します。わかりました。では執政官権限により命じます。敵機兵全機リミッター解除。あの野郎、どこまで腐ってやがる。ああ、7号、やはりあなたは素晴らしい。あなたの魂の叫びが永遠なる世界の結実に導くのです。セナ、まずはあの子たちを。待ってて、ナギリ。私たちが必ず助けるから。行こう。はっ。
別れて攻めるぞ。全力で叩くぞ。任せろ。現象ですね。7号命令を変更します。そのウロボロスを殺しなさい。最優先です。よっか、ダメだよナギリ。命令です、7号。7号一体何を。ラハ、執政官の戦死によりコロニーゼロの指揮系統は事実上消失しました。今の7号には遂行すべき任務も従うべき命令もありません。もう私たちと戦う必要もない、そういうことだね。ですが7号がウロボロスに敵対行動を取ったことは事実です。7号は相応の処罰を受けて叱るべきでは。
ナギリは何も悪くない。私はむしろ感謝してるくらいだよ。感謝、それはなぜでしょうか。だってナギリはあの時、私たちじゃなくて執政官を攻撃したから、ナギリが踏みとどまってくれたから、私たちは執政官を倒すことができたんだよ。それよりも今はこれからのことを考えなくちゃね。不可解です。え、なぜそのように七号と話すのですか。どのような命令を受けてそうするのですか。なぜ七号は命令に背いたのですか。どうしてあなたを攻撃しなかったのですか。速やかな回答を願います。あるいは命令を求めます。ナギリ、七号はもうどうすればいいのか分かりません。何をしたらいいか分からなくて不安になるって気持ち分かるよ。でもナギリにだって本当にしたいと思うことがあるんじゃないかな。そのような思考を七号は持ち合わせていません。なら一緒に考えようよ、あなたがしたいと思うこと。それは命令でしょうか。ううん、もう誰もあなたに命令なんてしない。これからはナギリがナギリ自身に命令するんだよ。それはもはや命令の定義から外れているのでは。あくまで例えだよ。たとえ。やはり不可解です。不可解ではありますが、ナギリが七号に命令する、そのように解釈すればナギリにも理解できるような気はします。ナギリ、おかしいでしょうか。ううん、そんなことない。きっとそれがいい。だってナギリはもう自由なんだから。それでナギリは七号に何を命じるの。まず優先すべきはしたいこととは何かを精査し、その上で情報の収集を行います。ナギリらしいけど難しく考えすぎだって。そういうことは一つじゃなくてもいいんだし、何だっていいんだから。何だってですか。うん、何だってだよ。でしたら。うん、何。今はセナのおにぎりが食べたいです。ところで、あの敵兵だけど、やっぱりもう動かせないのか。否定します。あ、そうなんだ。エーテルシリンダーを応用した代替動力に切り替えることで稼働自体は可能です。出力は従来の日時計に劣り、リミッターの解除機能もありませんが、戦闘に影響はありません。ナギリはまだ戦えます。そいつは頼もしいな。ならこれからも俺たちと一緒に戦ってくれるか。了解。敵機兵7号機、戦列に参加します。改めてよろしくね、ナギリ。
これよりウロボロスの指揮下に入ります。まずは今後のことを話し合わなくちゃね。同意します。名前、確かに覚えたよ。名前、確かに覚えたよ。